オレゴン州ビーバートンからの維持管理される計の1、レイランドスケープの維持管理は、通常は庭園、お庭、公園、施設内、または敷地内造園緑地でその景観を健康的、清潔、安全かつ魅力的に保つという技芸術、職業、用具、物資、知識、肉体的な努力と技能で1年を通じて、植え付けと収穫、定期的な助走と施肥、大園芸。 芝生の手入れ、除雪、指導と小道の整備、樹木剪定、トピアリー管理、照明維持、強度、植物及び庭の調度品保護並びに外交、水回りの手入れ、排水維持及び考え、その他の仕事をこなす。グラウンドキーパーは、野生動物及び庭園ならばまた鯉の池など、エキゾチックな動物を含むように設計されている場合もあるので誘致や希望や必要に応じて、 それらを撃退するための手段を生み出し維持していく。大規模農園では、グラウンドキーパーが野生動物の生息地の提供と維持に責任を負う可能性がある。ランドスケープの管理には、大まかに分類すると維持管理、育成管理、そしてパークマネジメントなどの運営管理がある。いくつかの民間調査会社は、ランドスケープの維持管理が770億ドルの 業界であると推定しており、北米では2016年2月時点で100万人近くの従業員が企業のために延べ40万件ほどの維持管理に従事している米国労働統計局は2015年5月に統計グループ37から3011、増援作業員が89万5600、年間平均賃金は2万5030ドルであると推定した。 BLS は次のように述べている。労働者は通常、芝生の敷設、刈り取りや植え付け、散水、セフ掘削、書き出し、散水設備の設置及びモルタルレスセグメント設置、コンクリート礎石作り壁ユニットの製造方法などの、様々な作業に従事している。ランドスケーピングサービスインザ・ユーエス、マーケットリサーチレポート。ibisworld.com 2016年4月12日閲覧。Occupational Employment and Wages May 2015 BLS.gov 2016年4月12日閲覧。ありがとうございます。